ったロッテですが、今日は4月までのあの粘り強さが蘇った感じでした。5回に1点を返して7回2アウト2塁で2番の横田。オリックス先発の山沖から5回に続くタイムリーヒット。ロッテは横田1人で2対2の同点に追いつきました。さらにロッテは続く8回、ワンアウト満塁でピンチヒッターの斉藤。オリックスの抑えの切り札、酒井の2球目でした。ライナーで左中間を破るランナー1走のスリーベースヒット。この回一挙5点を奪って7対2と逆転しました。